俺らを騙してお金を取ったって思ってる視聴者が多いよね、はい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 、バカですよね、バカって言うとだから炎上しちゃうから有名な方で実は成功者じゃないと思ってる方が何人かいるんですよ。堀江さんとか竹山さん戻って始まりました。はい、よろしくお願いします、はい、どうも今日は竹花高木さんと、はい、詐欺さんね、はいはい、に来ていただきまして、はい、僕これはチャンネルですもんね。そうですね、はい、大丈夫ですか。いろいろ燃えますよ引火しますからね。いやいや本当にねドラム缶だし危ない。そうツイッターでもめちゃめちゃ言われてるんですよね。あ、確かにコメント見させていただきました。なんであいつとあいつとダメやね俺いいね教えてもいやでもそれ確かに言われるかなと思ったんですよ。今日はでもぶっこんでちょっと聞いていこうかなと思って、うん、いやもう何でも大丈夫ですか。何でもいいですよ。何でもいいんですか。もう灰になった人間強いからチリチリになったんでね。チリになった。いやいやいや、でも僕はね基本的に、はい、あの竹花さん自体は、うん、僕好きなんですよ昔から。自体は告白ですか。いやいやもう本当に好きなんですよ。ああ、ね、あのもうね珍しいですね。でもねいやいや本当に1年前とかぐらいからずっと僕見てたんですよ。はいはい、そんなに前に。はい、で僕実はね海外に照れるな結構嬉しいですよ多分心の中いやいや海外に家があるとかプライベートジェットとか、はい、Google 出身とかって話はいはい、はい、ありましたね。あれって僕知らずにもうずっと見てたんですよ。最初からそんなの関係なし関係なし。おお、はいはい、だから竹花さんがそのすごい人かどうかは別として、はい、言ってることが僕からすれば納得いける話なんですね。ありがとう。すごいなと思ってたんですよ。ありがとうございます。ずっと見てて。そんな褒められてないのか。緊張してくるわ。あとからなんかかわされるんだけど。竹の打ち込んされてるから。で、そっからほら、いろんな嘘が出てきたじゃないですか。はいはい、そうですね。なんか出てましたね。出てましたよね、はい。で、いや、嘘って言うけど、僕最初から知らないから、うん、それは全然いいじゃないかと、うんうん。言ってること全然普通だからいいじゃないかと思ってたんですけど、うん、あれよあれよと燃え盛ったじゃないですか。燃えましたね。2020年のアカデミー賞並みに。今まで忘れない10月24日。24日。ヤフーニュースに2回。2回も特に。特に。いや、僕からすればですね、それなんでみんなそんな叩くのかなって、はいはい、言ってるコンテンツは面白いし、はいはいはい、分かってない人が叩いてるなと僕は思ってるでしょ。はいはい、未だに僕のチャンネルを見てくれてる人でも、はい、いや竹花さんの言ってることは素晴らしいですよねって言ってる人は結構いるんですよ。ありがとうございます。特に TTP。徹底的にパクる。徹底的に竹花さんもそうですもんね。はい、TTP、あれは竹花さんのパクってんです僕は。ありがとうございます。そうなんですか。TTP をね。ええー。はい、いやいやいや、なんなの今日。気分良くなりすぎじゃないですか。TTP っていうのは頭文字を取るっていうのが、はいはいはい、これ面白いなと思って。そう、リクルートで結構言われることなんですよ。そうなんだ。TTP、TTP。なるほど、リクルートなんだ。そういうことですか。はいはい、なるほどなるほど。それもパクってますよ。なるほどなるほど。いやで、僕ずっと見てたじゃないですか。はい、なんでこの人こんなコンテンツいいものを出せるんだろうなと思ってたんですよ。はい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 。で、なんか授業で完璧に成功してる気配は実はなかったんですよ、その時に。なん？いや、何の上げたり下げたりすごいな。でもこうなってこうなったら。いや、何の授業で成功したのかなっていうのが、はいはい、僕にはよく分かってなかったですね。はいはいはい、で、そこら辺で、ね、視聴者の方で詳しく分かってない方結構いるんですよ。そうですね。ちょっとそれ説明していただけたら嬉しい。僕はね、4年ぐらい前に起業したんですよ。で、その時サラリーマンの会社員時代、あの副業でやってたものが、はいはい、あのインスタのマーケティング事業って言って、うんうん、でその時はインフルエンサーのマッチングだったんですよ、はい、フォロワー数が多いインスタグラマーと、うんうん、はい、それを使ってプロモーションした企業のマッチングみたいな、大学生でもできることですよね、はいはい、それがなかなかヒットしないんですよ、うんうん、だからそんな1回で50万とか100万とかって提案するよりも、まず毎月のストックでもらおうって言って、インスタのフォロワーを増やすツールっていうのを輸入したんですよ、うん、そこが怪しいってよく言われてるんですよね。そう、ツールが規約に反するとか、はい、いろいろ言われてるんですけど、はいはい、まあそれ一回置いといて、はい、それでグワーって伸ばして、まあインスタ王子になったと。なるほど、インスタ王子ね。そう、今は炎上時で規約に反するところを置いとけないんですよね。なるほどね。そこちょっと聞きたいんですけど、引っかかりますね。実際どうなんですか。実際は俺が始めた時は全く規約なんてなかったんですよ。そうですよね、もうインスタに、うん、だから全然そんな規約に反するってことはなくて、うん、でその後にそのツールが広まりすぎてインスタが規約を作ったんです。そうですよね。でその時に僕らもその規約通りに変えてるんですよ、システムを、うん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 、っていう話です。っていうことですよね、うん、そうそう、うん、結構突っ込みますけどいいですか。いいですよ。最初上げてたから。最初上げてたから。怖いわ。その分その要するにね、自動でこう集めるというところが、はいはい、まあ、売りだったみたいな話から、はい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 、いや今手動で集めてねえかみたいな。あ、ありますありますと言われてて。そうそう、だから規約が変わったんで手動に変えたんですよ。あ、それ別にいいってことですか。そうそう、だから全然何も問題ないじゃないですか。努力してますからね。そう、うん、いや、なんか
で手動でかなり集めてますよね今。大変ですよ、めちゃめちゃ集めてますよ、うん、だから前よりか多分経費かかってますよね、おそらく。まあまあ利益率はね、利益率はね、利益率下がっちゃったね、って下がりますね、利益率王子でもあるんで、はい、利益率王子って何ですか。すごい王子ですから、適当なツッコミやめてもらって。本当ですか、利益率王子つけない。利益率、利益率ばっか言うんですよ。あ、なるほど、本当に。いやいや、それはめちゃくちゃ大事ですよね。大事です、うん、70% 以下やらないって言ってたんですよ。あ、そう、利益率 70% 以下の事業は絶対にやらないって言ってて、まあインスタル事業はちょっと今それより下がっちゃいました、ね、下がってますけどね、はい、でもその分価格上げたんで、はいはい、ニーズはあるから、こうでもそれでじゃあ儲かったってことでいいんですよね。儲かりましたね。ですよね、ちゃけ、ね、いや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 、で、いやな顔しよう。その儲かったお金で今いろんな事業やってるみたいな、そんなイメージですか。儲かったお金を、はい、IT って本当ファッションと一緒なんで、うん、来年そのインスタが流行るかもしれないですよ、うん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 、だから結構 IT 長者ってガーって稼いでフェラーリ買ったりとかするんですけど、はいはい、あの俺はその稼いだお金を結構いろんなところに投資してたんですよ、事業投資。これですよ、これ。あのね、もう普通の人みんななんか車買ったりとか、うん、やりますね、やっちゃいますよね、はい、やりますね。でもまあ200億くらい入ってればね、それは車買おうがね、そうか、まあ、僕の言い訳そうそうそうよ。いや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 、後で全部100倍返して。僕の場合それこそ年収1億あっても、はいはいはい、まだ家は買わなかったんですよ。え、1億あっても、年収、まあ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 、まあ、1億だ、怖いよ、ね、明日買うじゃない、1億じゃ怖いんですよ、はいはい、この感覚怖いですよね、怖いんですよ、なんでなんですか。あのね、みんなね、年収2000万とかでフェラーリ買ったりとかするじゃないですか。未来のキャッシュフローをそっちに使っちゃうんですよね。そうそうそう、バカですよね、バカですよね。バカって言うとだから炎上しちゃうから。いや、僕ね、竹原さんといるとちょっと強く乗っかって押さえてください。どうせだもん、僕上品で通ってるんで。全然かけらもなかったですよ今。いやいやいや、やばいやばい。いや、本当にバカな人だと僕は思うんですよ。はいはいはい、そんなね、だって2000万程度って、うん、はい、税金引かれたら1000万ぐらいしか残らないわけじゃないですか。まあまあ簡単に言えばね、うん、それでローン組んでフェラーリとかなんかベンツとか買っちゃうわけですよ、中古のベンツとか、うん、そんなの絶対いらないですよね。まあいらないですね。だってその2000万が、うん、だって自分たちで何かに投資したら、うん、また倍になったりするわけじゃないですか。そうですね、そこ知らないですよ普通の人。でも僕起業した時に7億は貯めようっても考えてたんですよ。いや、その貯金の感覚がおかしい。だいたい年間100万とか。なんでかっていうと、だいたい 5% の資産運用で回したら、僕絶対に300万ぐらいは月に使いたいんだと、うんうん、で、じゃあ7億あったら3500万ぐらい毎月資産運用で来るじゃん、うん、はいはいはい、そしたらまあ300万ぐらい使えるじゃん、トントンみたいな、うんうん、だその感覚でずっと7億を目標にしてたんですよ、最初は。今いくら持ってるんですか、じゃあ。もうなんで絶対言うと思った。いやそれはもう嘘を言うとえらいことになりますから、ね、いや、ガチで言いますよ、ガチで言いますよ、ガチで言ってくるんだ。本当に言うの？すげえ。いや、これガチで現金、まあ株式も入れて、はい、30億ぐらい。なるほどなるほど、はい、株式入れないでください。じゃあ25億ぐらいですね。25億、はい、あ、なるほど、現金であります、ね、現金でね、はい、あ、もう税金も差し引かれて、税金も差し引かれて、そのぐらいですね。あ、僕の方が気になりますね。で、結構もらってますよ。20万、20万あります。いや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 、本当に本当に、いやいや、800万振り込んだ。おい、もう強いなよ。まだ違いますか。給与は給料制？まあまあ給料多い。ちょっと歩合も入れてます。会社のあれで。あの、はい、インセンティブを、僕ら設計をもう例えば100万円インセンティブがあると、うん、はい。で、このタスクをできなかったらこのインセが引かれてくるんですよ。だから普通減額制？そう。インセっていうのは何かできたらそのアドされていくものじゃないですか、はい、僕らこれはあげるよって言ってそれが引かれていくインセンティブなんですよ。だからそのインセンティブシートがこの急に竹穴がいじるとこれ引かれていくんですよ。うわ、めっちゃ賢いわ。そう、損失回避で減る方が痛いじゃないですか。だからみんな頑張るんですよ。いや、素晴らしい。営業もそうです、ね、それも心理学ですね。心理学です、損失回避ね。手で止めたことあるかね俺。もうやめろってドライブショーでね、引かれるから。めちゃくちゃ聞かれるんですから。賢いわ。そういうのでもマーケティング、それもマーケティングを使ったってことでしょ結局。まあ従業員の洗脳ですね。洗脳。言い方なんですよ。言い方悪すぎるんですよ。それはね、もうね、炎上に必要なものを全部揃えてるんですよ。エリートや。エリートだと思うんですよ。でも基本的な考え方は、うん、さっき言った通り本当に7億資産運用させていったらいけるだろうっていうことを常に考えてたわけじゃないですか、うんうん、で今すでに20数億、まあ現金で25億持ってて、ね、株式合わせ30億でしょ、はい、もう完全な成功者じゃないですか。いや、でもね、僕ビル建てたいんですよ、やっぱり。あの ABEX の松浦会長みたいな感じの。いや、その考えやばくないですか。そこはちょっと違いますもんね。僕はちょっと違うと思うんだけどな。まあ、1個の目標の、あの目標価値として ね、それじゃあビル建てる時っていうのはいくら持てる時ですか。
1000億ぐらいやっぱ、あ、いやそれだったらいいじゃないですか、はい、1000億持ってたらそれはビルぐらい1つぐらい持ってたらいいと思うんですけどね。1000億いけるんすかね。いやでも事業ってマジでグワーって伸びますよね。本当に始めた頃って本当に儲からない時期があって、はいはいはい、ポツンって僕ら3000円のあのツールだったんで3000円が入ってチャリ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 グワーって伸びるんですよ、うん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 、でグワーって下がったりまた伸びるみたいな、うんうんうん、そういう感じだったんですよ。なるほどなるほど、気に行くの分からないんだよね、グワーって本当に伸びる。だから武田さんは今そういう風な話すと信じてる人からお金を奪ってるみたいな言い方をされてるじゃないですか。お、なんですか。いや要するに炎上してるのってそういうことでしょ。俺らを騙してお金を取ったって思ってる視聴者が多いわけです。はいはいはい、なるほど。でも実際には騙してお金取ったことって多分ないと思うんですよね。騙せて、僕らの事業ってサブスクリプションなんで、はい、月々例えば今月1万円来月満足したら来月払えばいい、はい、契約ないんですよ。そうですよ、やめろよって感じで、はいはいはい、そういう感じですね。 あとあのほらオンラインサロンあるじゃないですか、うん、はいはいはい、サロンメンバーの人たちが、はい、外部からなんか攻撃を受けた。そうそうそう、 あ、そうそれはムカつきます。それ嫌ですね。一回もあの使っていただいたじゃないですか、はい、使いました僕は。あれなんですよ。あ、そう、いやでもめちゃくちゃいいんですよ。ありがとうございます。でアプリダウンロードせずして、うん、多分評価してるじゃないですか。いろんな人そうなんですよ、はい、そうで僕ね、だから竹原さんがなんでこんなにすごいツールを作ったりこういう組織作ったり、はい、なぜできるのかが正直実はずっと分かってなかったんですよ、はいはいはい、インスタのそのツールで儲けたの分かるんですよ、うん、でもこれまでの広がりを見せるのってちょっとおかしいなってずっと思ってたんですよね、はいはいはい、で僕この間食事行ったじゃないですか、はい、で一緒いろいろ聞いてた時にわかりました、分かったんですよ。あ、そうなんですか。何ですか。そう、 TTP 名探偵 TTP ね、はい、だって英語できるから、はい、アメリカで流行ってるものを全部持ってきてるじゃないですか。そうなんですよ。いや、そうなんですよ。輸入業なんですよ彼、はい、そう輸入業、僕の本職って輸入業なんですよ。書いとけよちゃんと職業欄で。システム開発でもなく、うん、YouTuber でもなく輸入者なんですよ。そうなんですよ、そう、うん、本当にそうです。そこが僕本質なかったんですよ、はいはいはい、そうそう、見つけたと。めちゃくちゃ勉強させてもらって、そうそうそう、で、なんでかというと僕がずっとすごいですよね、そういうの気づくって。あ、気づき、やっぱりあんまいないですよね、いないですね。ずっと探ってるんですよ。実は危ないぞこれ、目見ると怖いんですよ。そう、なんかね、心の中を見てるような、笑った後見てみる、やだスンってなるから僕実はメンタリスト目指したことあるんですよ、メンタリスト、はいはいはい、大悟さんとかのだから、はい、あの話がすごい分かるんですよ、はいはい、こうやってなんか飲んでると緊張してるなとか、手を動かしてるなとか、はい、あの、あ、多分こういうこと考えてるんだろうなっていうのは、やだ。でもそれを言っちゃうとみんな緊張されるんで、はいはいはい、あんまり言わないんですよ。結構緊張しますよ。何を話すやりながら怖いよな、この撮影前に。いやいやいや、車の中で。でね、その輸入業ということが分かったんですね、はい、僕が竹原さんのコンテンツがすごいなと思ったのも、そりゃそうだなと思ったんですよ、この間聞いて、はいはいはい、アメリカから偉い人が言ってることを、はい、パクってきてるんですよね。そう、いや、これもう僕の全部のビジネスそうなんですよ。だからさっき言ったインスタのツールっていうのも、僕もともとリクルートでそのサンフランシスコとか結構あの出張してたんですよ、うん、でやっぱあの海外 の、 そのコンベンションっていっていろんなスタートアップとか来ると次元が違うんですよ、やっぱり技術も違うし、うんうん、まあ、それ当たり前なんですよね、うん、だってベンチャーキャピタルの出資額とかもゼロが2個も3個も違うわけじゃないですか。だから日本より海外を見た方がそういうハイテクのツールであったりとかめちゃめちゃ転がってるんですよ、うんうん、そうですよね。でそういうのをさっきのツールもインスタグラムなんて、その時僕が始めた時なんて今の TikTok みたいな感じで、流行るかもビジネスにどう使うかも分かんないやつがいっぱいいたんですよ、うんうん、でもアメリカではそれがもう集客の主流になってると、うんうん、でだったら日本にそのまま持ってきて、でローカライズして、ローカライズっていうのは翻訳とかもっと日本人っぽく、うん、あの売りやすさとかっていうのをして日本に下ろすと、はいはい、うん、それができる人がなかなかいなかったんですよ。でもそれですね、ね、僕、はい、まだまだだからアメリカで流行ってるツールっていっぱいあるじゃないですか。いっぱいあります。多分だからもう食いっぱぐれしないんですよね。まあまあ30億持ってる時点で、ね、もういらないでしょ、食いっぱぐれしないと思うんですけど、はい、そういうことですよね。まあそうですね、だから結局、うん、情報をどんだけ仕入れるかっていうのが本当にビジネスの価値筋で、もう情報です、もう情報以外何も価値がないっていう、もうツールがどんな良かろうが低かろうが結局情報ですね。そうですよね。そう、 MEO もあの僕らインスタの後 MEO もつなげてやったんです、はい、MEO も爆発してるんですよ。でその MEO も結局アメリカ の、 あのローカル SEO っていうのが来てそれを輸入して、だから僕ら何でも一番早いんですよ。インスタの時も一番早かったし、うん、MEO も本当先駆者だったし、うんうん、その後オンラインスクールですよね、うん、でオンラインスクールのコンテンツも、うん、あの僕もう言っちゃいますけど、うん、名前もね、ハーバードビジネスオンラインスクールっていうのはあるんですよ、うん、で大体1科目受けるのに10万とか20万とか複数するんですよね、うん、でそれを全部丸パクリ、そう丸パクリして
日本人風にローカライズして発信する、はい、だから生徒さんが見学してきてますけど大丈夫ですか。いや、いいっす、大丈夫です。10万円払えよ。結構でも言ってんすよ、ライブでも言ってます、ちゃんと。そうなんだ、はい、いや、そこですよね。だから皆さん、だから日本で初めてのことをやってる風な雰囲気だけども、うん、実際には海外である程度成功して、それが日本でいけそうかなと思って持ってくるわけです。そうです、そうです。だから僕は実店舗でそれをやってるんですよね、はいはいはい、日本で例えば食パン専門店が流行ってると、うん、ああ、なるほど。これを韓国でないじゃないかと。逆に日本初でやってるってことですね。僕は韓国語喋れないん で、はいはいはい、で韓国の情勢わかんないから、はいはいはい、韓国に、まあ、パートナーがいればできるじゃないかってことで僕はもう発信してるわけです。なるほど、なるほど、なるほど。これからまだまだそれができると思ってて、はいはいはい、で日本の中だけでみんなビジネスを探そうとすると、はい、やっぱり例えば東京で流行ってるものっていうのは一瞬で広まっちゃうわけですよ。これをじゃあ例えば沖縄とか北海道でローカル的に払ってるものを東京に持ってきたらまた流行るんじゃないかとか、まさに昨日、はいはいはい、その愛知県のスーパーがフルーツサンドを開発して、で中目黒にそれを出してみたいなストーリーが、うん、あったんだけど、はい、まさにそれですね。そういうことですね。なるほどね、はい、なんでその情報を見つけた人が僕は価値だと思ってるんですね、はい、もうリラクルもそうだったんで、あ、そうなんですか。もうそうです、そうです、汚いボロボロのところで、はいはいはい、おばあちゃんとかのマッサージ師さんみたいな人たちが2900円の60分で、はいはい、ホットペッパー使って超満員状態なんですよ、うんうん、すごい。もうベッドはギシギシ言うし、もうお客さんとお客さんの距離はもう息かかるかなっていうくらいの距離やだな本当に。それでも儲かってる。そうです。でこれだったらこのまま僕綺麗にしてパクってしまえばいけるんじゃないかと。で僕看板すらもう自分のイラストレーター使ってほぼほぼ同じにしたんですよ。へ、はい、すごい。 TTP やったと。完全に TTP です。そうなんですね。なるほど、はい、僕だから事業の中で TTP してないものってほぼないです。じゃそこは共通点ありますね。共通点ですよ。そうですね、はい、でも成功してる人ってほとんどそうですよね。いや本当みんなパクってますよ。そうですよね。だから自分で開発するなんてもう頭がいいやつをいっぱいいるから、うん、成功してる人って頭いい人を使うのに長けてるんですよね、うん、はいはい、それがめちゃめちゃ、うん、そう大事だなと。僕は多分頭いいと思いますけどね。最後最後やめてくださいよ。いい感じの終わり。そうなんで、そうなんで、いやもう竹原さんも僕はでも頭はいいと思ってますよ。ただその開発者じゃない、発明家じゃないじゃないですか、うんうん、ビジネスを生み出すって発明家じゃないとできないんですよ、ゼロから。でそういう人はね、それに得意な人に任せとくしかないかなと思って、うん、はいはいはい、はい。でもさっき言ったインスタのツールもあるじゃないですか、うん、はい、あれっていうのもツールとツールの掛け合わせなんですよ、うん、だから結局最初はターゲティングの分析システムっていうのを、うん、そのインフルエンサーのマッチングのために、うん、それもまた別の輸入してるんですよね、うんうんうん、でその後にフォロワーを増やすっていうツール、うん、そのターゲティングを分析してフォロワーを増やすツールだから集客にできるっていうような掛け算でね、掛け算でやるんですよね、うん、なるほど。その情報情報の組み合わせみたいなのは大事です、はい、そうですよね、うん、あ、そう、この間佐々木さんに聞いたんだけど、はいはい、カフェ出してるじゃないですか、カフェ、はいはいはい、僕ね、絶対入るわけないよと思ったんですよ。おう、だって どこだか。いや、新しいどこだっけ、はい、リオカフェさん、渋谷神南の方で、はいはい、渋谷の、はい、で、なんで流行るわけないと思って YouTube で見てて、いや思いつきでカフェなんてやって、そんなめっちゃ流行ってますよ。分かってますよ、じゃあならないよ。で、僕思ってたんですよ、はいはい、いや、思いつきでカフェやって実店舗ってそんな余ないぞと、はい、竹原さん、さすがにそれは無理やって、なんかやからみたいな感じで来て、どうせ流行ってないですよね。そう、言ったんですよ、昨日。詐欺さんが、そう、多分流行ってないです。あの撮影でお会いした時に、違う撮影ね、はい、撮影で、で、いや流行ってないでしょって言ったら、そう、いやそれが流行ってるんですよって言われて、ちょっと腹立ってね。あれ、イラッとしてましたもんね。ちょっとイラッとしたんですよ。はいはいはい、なんで流行るのあれがっていう、はいはいはい、で聞いてると、どうやらそれこそ店内でこう出してるの、なんか思いつきかのようにこう氷を、うん、なんですか、コーヒーで作って丸いこう、ラテボールですね。ラテボール、はい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 、でこれがいけるみたいな、そう、なんか多分 YouTube でもそれ言ってたんですよね。で、はい、いやいや、自分が思いついたもので流行ると思うなよと、はいはいはい、僕からしたら差別化かもしれないけど、はいはい、そんなもの他になかったら流行るわけないやないかと思ったら、どうやらそれどっかからパクったんですよ、ね、それもパクってますね。それ流行りますよ。いやでも、いやあれはそのラテボールがいいとか、うん、商品がいいとかじゃなくて、結局飲食店出すので一番大事なのって、そこに腹が減ってるやつがいるかいないかじゃないですか、うん、で僕らあのカフェってカフェじゃないんですよ、うん、であのカフェを作る前に、はい、その近くにボンダイカフェって言って、うん、あの犬を連れて行けるカフェがあって、はいはい、そこはめちゃめちゃ毎回繁盛してたんですよ。あ、なるほど。でそれなんでかっていうと、そのニーズが犬を連れて行けるカフェが渋谷にないんですよ。ないから、はい、だから僕らも犬が連れて行ける
るドッグカフェっていうコンセプトでやってるんですよ。そうなんですよ。なるほど。だからあの椅子とかもこんなあの狭あの低くして犬がワンちゃんとか一緒に入れるようなみたいな、うんうんうん、だそれが最初にあったから行動を人の行動を見てそのものを作ってるから、いや要するにだから犬連れてこれるカフェが流行ってたからそうですそうですパクったわけでしょ。パクったわけです、うん、これですよ皆さん全部全くパクった、そういうことでしょ。だからねみんなね自分の思いついたアイデアでなんか成功すると思いすぎですよね、はいはいはい、自分で開発してとか、そうそうそう、見て、はいはい、パクればいいだけな、みんなでもそうですよね、そうそうそう、起業したい人でやばいですね、これ貴重ですよまずねまあ、うん、自分で全部作ったって言いたいですけどねかっこいいけどね、かっこいいです、ね、でも成功者みんなそう言うでしょそうそうそう、僕リラクルの時もそうだったんですよ。あ、言ったんですか。いやだってあの竹野内さんがやり始めたんですよいやそこは言ってくださいよ。いや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 、それは僕がやり始めました。かっこいいじゃないですか。はいはい、確かに。そうだったらみんなが、うん、ああ授業って自分で考えた方がいいんだなって思っちゃうわけですよね。はい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 、うん。騙されてる人めっちゃいますよね。うん、結構いますね。こいつすげえんだって、いや別にそこまですごくなくて他のやつがすごいのをパクっただけですごいって。そうですよね。うん、僕ね有名な方で実は成功者じゃないと思ってる方が何人かいるんですよ。誰ですか。いやあんま言って言ってください。いや言ってくださいよ。あ、ごめんなさい、あのその人のことが嫌いとかじゃないことで。はい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 、全然ない。ね、まあ、どうだろう、僕登録者少なくなっちゃうかな、大丈夫かな。いいんじゃないですか。いいですか。だって登録者どうでもいいじゃないですか。気にしてたら何も言ってらんないですか。堀江さんとか。バカヤさん戻ってなんか被害食らうらしいの。仲良くもないし、仲悪くもないし、うん、あの何もない。何もない。何もない。堀江さん、前澤さんも何もない。どうして気使ってあるわけないバカバカ言え早く。じゃあ僕ね、分かんないなと思ってて、はいはい、そのね、堀江さんとかって結構こう、うん、未来のこと喋るんですよね、はいはいはい、将来的にこういうものがあった方がいいとか、はいはい、喋りますよね、喋るじゃないですか、はいはい、それって全部僕の考え方と違うなっていうことですよ、うん、だから成功者じゃないわけじゃないですよ、はいはい、ここから絶対成功してますし、うん、そうですね、うん、僕よりも断然お金持ってるのかな、分かんないですけど、うん、持ってると思う、いや、おかしいだろ、まあ、少なくとも前澤さんは持ってるわけですよね、はい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 、でも僕一つの事業で稼ぐのって、うん、結構まぐれでもあると思ってて、うん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 、僕もありますあります、そうですよね、す、僕もリラクルなんてまぐれだと思ってたんで、自分で、はいはい、そうですそうです、もう一発目は絶対まぐれですよ、はいはいはい、そんなもの、はい、当たったみたいな、うん、でそこから成功の法則が分かってきて、はい、もしかしたらこれでもいけるんじゃないかなっていうのをやり始めて、はい、あ、全部いけると、うんうん、あ、じゃあ僕何やってもいけるやんっていう気持ちが今、はいはいはい、あるんですよ、すごい無敵な、あると思います、なんか、ね、うん、なんかね法則があるんだよ、言語化できないんだよね、それが、それがすごいあのもどかしいんだけど、聞きたいですけど、ね、僕 YouTube で結構言語化してますから、本当ですか、はい、ぜひチャンネル登録いやさぎさんとか見てくれてますもんね、あ、まあ、一応チェックは僕も見てくれてるんですね、でもあの、はい、YouTube で一番竹野さん見たときに、はいはい、あのお金をこうやってたじゃないですか、あ、オープニングね、来た来た来た、こういうやつ来たって思ったんですよ、やっておいやらしいやらしいな、かっこいい感じでね、でも確かに、いや、お金と投資っていうのは一番人があのホックされる言葉だったりとか、そう、映像だから、うん、あれも結構心理学的に正しいんだと思う、うんうん、いや、あのまずは万人が見ておって思わないとダメなわけじゃないですか、僕も心理学なんで、はい、別にお金を見せびらかせないわけじゃ全くないんですよ、うんうん、でもこの人がお金を持っている、いや、だから竹原さんの得なやつじゃないですか、うん、この人はお金を持ってそうだ、成功してそうだと見せかける、うんうん、僕の場合はそれがたまたま本当だったっていうだけで、いやいやいや、どうしたんですか、違います、喧嘩番組1個ゼロが多いだけでそんな偉そうにしてないじゃないですか、マウント取り合いしてるなこれ、いやいやいや、あと10年待ってれば間違いそうです、その頃は僕もこう思ってるんですよ、うん、もうやだこの関係仲良くしてどうしたらいいの俺、いやいや、あやさないと思ったりと思う、いやいや、マジでね、いやいや、僕たちももうここまで来たら逆に言うともう上に行くしかないじゃないですか、そう、いや、ほんとそうですね、あの従業員がガーっていて、はい、生活があってみたいなやると引くに引けないですもんね、そうなんですよ、もうやるしかないっていう感じなんで、うん、何の話しましたっけ、堀江さんの話も戻しましょう、堀江さんと、そうなんですね、はい、僕ね、あれ、まあ、前澤さんまだ分かんないんですよ、うん、でも M&A したらそれだ誰だってそれは成功するじゃないですか、うんうん、でも本当にあの僕もサラリーマンだったから、うん、サラリーマン時期ってありました、ありましたよ、美容師の時でしょ、美容師、まあまあまあ、そうですよね、僕もサラリーマンだったん でそういう時っていろんなその見るじゃないですか、うん、で僕も経営者になってもその学ばないといけないって言っていろんなオンラインサロンに入ったんですよ、うん、で堀江さんのも入ったんですよ、はい、でやっぱりなんかあのオンラインサロンなんかね結構ね宗教じみてるような感じですごい嫌だったんですよね、うんうん、
なんかロケットの話であったりとか、あとはドローンを使ってこういう何やろうとか、確かにそれ10年後とか20年後とかにはそうなるだろうけれども、僕らの必要なのは明日のおむつ代を稼げるかみたいなスキルなんですよね。それが学べるかって言ったらすごいクエスチョンはありましたね、毎回毎回。でもまああれでモチベーションが上がって起業しようって思ったりする人はいると思うんですよ。そうですね。でも起業ってそんなに甘くないってことも同時に教えてあげてほしいっていうのが僕の中ではある。モチベーションだけ上げて、そうそう、モチベーションはめちゃめちゃ上がると思うんですよね。なんかこう自分もやればいけるんじゃないかなって思っちゃいますよね。そこのねやり方っていうのを教えてあげてほしいんだけど、多分事業が何個も成功してないから、多分堀江さん分かってないんじゃないかなっていう。なるほどね、言うな。どうしたの、かわいくないわ。俺好きだわ、俺めっちゃ好きだわ。俺の口あげたいぐらい。お返しします。どういうことや。本当にその机上空論的なものが多いじゃないですか。いやいや本当に。でも頭がいいから、多分いろんな人の成功を見て、多分それを応用して話すことは得意なんだろうなと思うんですよね。はいはいはい。プレイさん自体は。確かに確かに。そうなんですそうなんです。だからちょっと実体験の基づいた話っていうのをしてくれって言われたら、ちょっと少なくなるんじゃないかなっていう気が正直してますよっていうのが分析した結果ですね。分析した結果。はい。そうですね。でも本当に前お食事した時も結構いろんな人の分析しますよね。見るんじゃなくて。すごいですよ。メンタリストですか。狙ってるんですかこのそのチーム。大吾さんのチームやってるから。まあ確かにね。あれはもう最強版ですよ、ね。はい。さっきの方の輸入の話ですけどね。はい、TTP の話ですけど、それこそ大吾さん今出てきましたけど、大吾さんもあれ文献を、まあ例えば論文をそのまま翻訳してもらって、お金払って日本に来たその論文、日本語になったやつを読んでるだけです。マジっすか。勝者、勝者結局。なるほどね。そうみんな。そうです。みんなやってんすね。みんなやってるんですよ。エンタメ系だってそうやね。そうなん。あの方とかもさ、まあ、あの有名な200万人とかいる方も、ラーナンとかさんですか。まあまあ。わかんないです。まあ。まあ、隠したのに最初に。もうオラオラやから。一応だあるんですか。今はい。そうね。でも。あの方も結局はあのアメリカとか TikTok とかもそうですし、そういうところで流行ったような企画をその日本でやってるみたいな、ランボルギーニで女の子ナンパしみたいな、あんなのすごい流行ってますよね。そういうのでガーッと伸びたって言ってますよね。丸パクリ企画なんでも結局日本に例えばまああの世界丸見え特捜部とかあるじゃないですか、テレビとか。あ、そうですね。あれも海外そのまま映してるだけじゃないですか。そうそうそう、海外で流行ってるものをそのまま流してるだけでしょ。日本っぽくアレンジして、はい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 、なんかスッとしました。スッとしました。いや、大体そうですよね。そうなんですよ。だから僕ね、英語できないのがちょっと残念だなと思ってて、じゃあ輸入お願いして、そうそうなんですよ。輸入代行、輸入代行してほしいんですよ。そうそうそう、マジで言ってました。そっちに変換しようかな。ああ、またなんか見てる。思いついたぞ。商社でね、一大商社になったら、情報商社、情報商社。確かに。炎上したら欲しい人は、いややめてください。もう熱いですからね。でも情報商材ってなんであんなに炎上しちゃうんでしょうね。いや情報商材はやっぱり儲かる人はいないじゃないですか。だからじゃないですか。その情報を得てですか。情報を得て。え、そんなことないと思いますよ。僕いろんな情報商材を買いますけど、うん、はいはいはい、行かせてますからね。ただその人が行かせてないだけでしょ。ああ、なるほど。はいはい、はい、でもなんか売り方なんですよ。売り方がやっぱショットで100万円とか200万円って普通はその自信持ってるやつがやらないことなんですよ。そっか。普通自信持ってるやつサブスクモデルで何も興味なかったらいつでもやめてねっていうのが質のいい情報じゃないですか。成果報酬ぐらいの感じですね。そうなんです、そうなんです。それがもう彼らの、じゃあ情報は同じなんですけど、情報の売り方とか自信が目に見えてるんです。あ、それだ。まあそうですかね。なるほどなるほど。僕の場合は事前にこれは絶対に役立つそうだなって思うものだけ買うんですよ。はいはいはい。で買って100万円かかったんだったら100万円取り返すように自分で応用するんですよ。そこが強い、はい、そこで騙されたっていう人っていうのは多分間違いだと思う。それはそうですね。情報商材を10個買って、うん、例えば全部が10万円で100万円だったとしても、はい、そのうちの1個だけ100万円以上こうなんていうの変えてくればいいわけじゃないですか。だからそういう考え方ができてないですよね。まあ、ベンチャー投資と一緒みたいな感じですよね。はい、情報に一番価値あるわけじゃないですか。そうですね。そこにお金がついて当たり前だと僕は思ってるんで、だから情報商材屋さんはむしろ歓迎ですけどね、僕からすれば。そうですね。僕は売ろうとは思わないですけどね。うんうん、いやー、まあとにかくほとんどの人がね輸入してるし、うん、パクってるっていうのが僕の原則の考え方ですかね。成功法、成功法則だと僕は思ってますよ。今あれですよね、僕の顔を見て、うん、あれちょっと切らないといけないなって思いました。そうそうそう。すごいメンタル、メンタリストぞ。あれやり合いだ。
コンビ出てくるやつ。メンタリストコンビ。いやでも結構本当に、うん、あの裏読むのって大事、うん、洞察力みたいなのがすごい。いや洗脳力、洗脳力。いやいや違う違う違う、ダメですよ、洗脳はしてない。言い方が、言い方が、ね、言い方やめてほしい。もう巻き添えくんからそれやめてほしいんですよ。いや本当に、うんうん、そう、あのコミュニケーションで一番大事なのって、はい、人がさっき言った人が言葉にしない部分をどんだけ読み取れるかって大事じゃないですか、うん、だからその言葉にしない部分でのコミュニケーションがめちゃめちゃ大事だと思う、うん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 、それはそうですね、うん、いやあのね僕そあもうぶっ込みますねここね、はい、あ僕そのチャンネル、他のチャンネルでも言ってるっていう話だったと思うんですけど、はい、もう言わないみたいな話してたっぽいんですけど、いや嘘と本当を明確にしませんか、はい、本当に。あ、いいですよ。どこまでが嘘なのか、もう別にいいじゃないですか、はい、でももう聞いてください。いいんですか。いいです。オフィス、海外オフィスあるじゃないですか、はいはいはい、それこそなんか看板だけつけてましたよみたいな話ありましたね。つけてましたね、はい、あ、嘘ですか。それは嘘です。はい。でも理由もちゃんと僕のチャンネル見てください。あの、わかりました。チャンネル税金なんですよ。あ、ね、税金が結構、僕って株式会社リムって設立したんですね、うん、で、リムって実は僕一人の会社なんですよ。そうで、下にリムグローバルだったり、まあ、そういういろんなグループ会社がいて、うんうん、その下に代理店様がいるみたいな、うんうん、そのピラミッドスキームだったんですね、うん、で結局そのシステムの入金が、まあ、日本でやってるか海外でやってるか、もちろんその営業活動した分は日本に納めますけど、はいはい、その僕が実質どこにいるかで業務の実態が変わるんですよ。あ、そうですね、でどこにいるかっていうのもいろんなその国税、まあ、あの国税で言うと、はい、いろんな要素があるんですよ。オフィスがあるかとか、従業員が現地にいるかとか、実態があるかみたいな、その実態を作んないといけないなって、まあ、大きく見せたらいいんじゃないみたいな感じでやりましたね、はい、いやそれも結局税務署騙そうとしますよね。言わないで。さすが、メンタリスト。しましたから。メンタリストです。いやいや、わかりました。はい、じゃあ、まあ、それも嘘だったんですね。それですね。もう知らないですね。はい。はい、もうこれは嘘でした。本当のこともちょっとなんか質問してください。本当のこと何があるんですか、ね、逆に。青汁さんいるじゃないですか、三崎社長。もう嘘のオンパレードだと、うん、それこそこの人の言ってることってもう嘘しかないんですよみたいなことを言ってました。言ってました。YouTube で、YouTube の中でね、上げていただいてありがとうございます、はいはいはい、でその後にその僕のあの動画を一昨日ぐらいから出したんですよね、うんうんうん、全部これは本当だ、これは嘘だよみたいな、本当1時間ぐらいかかるんですけど。あ、じゃあもう青汁さんのところのね、今チャンネル、やだ、え、やだやだ。あ、青汁さんのチャンネルに出してもらう、出て、うん、はい、で聞いたこと全部答えればいいじゃないですか。だからそれを全部答えたんですよ、もう。何回もやるのがね。ニヤニヤニヤ。あのね、竹原さん間違って、はい、自分のチャンネルで言ってるじゃないですか、はいはいはい、竹原さんの嫌いな人はもう竹原さんのチャンネル見てないんですよ。確かに確かに、あ、まあね、まあ、それは確かに正しいですね、うん、だから青汁さんのチャンネル、僕のチャンネルっていうのはおそらく竹原さん見たくないけど僕見たいから見てる人もいると思うんですよ。確かに確かに、何か暴いてくれるんじゃないかな。その中で竹原さんが、いや申し訳なかったですって謝ってるのを見たいわけですよ。いやでも敵対視してないですよ、もう。まあ確かに敵対視はしなくて、うん、なんか中間の先輩とかがいて、はいはい、そこの、まあ、あの竹野内さんちゃんと裏に言ってる。聞いてないですか。竹野内さんもあれですよね、仲いいですもんね、青汁さんと。仲いいんですよ。そうです、だからそういう方が何人もいて、いろんなこと言われるわけですよ。ああ、そうなんか、まあ、でもぜひ僕あのいつか、はい、僕も一緒に出ながら。ああ、そしたらいいですね。いいですか、それちょっと、うん、じゃあ青汁さんのチャンネルいい、僕も呼んでいただいたりする予定なんで。ああ、いいですね。じゃあそうしましょう。そのついでに僕提案なんですけどね、はいはいはい、オキャダレベースさんって知ってます？あ、知ってる。知ってます、はい、あのね、お笑いのやつで、はい、多分竹原さんのマネーをしてて、マネーの虎って、はいはいはい、あったじゃないですか。やってますよね、いっぱいね。あれのパロディやってる、はいはい、めっちゃオフィスで笑ってたやつやな。で、竹原さんのマネーをして、はい、Google の社員じゃないのに社員でってみたいなので、はい、もう海外に、はい、その吉田栄作役の人が、はい、海外にその確認するために電話しようとするんですよ、はい、竹原さんがパシンって切るんですよ、その電話を。やめろみたいな、やめろみたいな感じで、はいはいはい、そういうパロディがあるんですよ、はいはいはい、僕、オキャダレさんと仲良くて、はい、そうなんですよ。あ、そうなんですか。出ません、あれ、本人役で。本人役で、まあ、まあ、いいですよ。いい、まあ、いい、本当に、まあ、いい、あ、じゃあ電話します。ここで早いな、仕事できるわ。いいですか、いいですか、マジで電話するんですか。本当に電話しますよ。いいです、いいです、本当ですね。わかりました、じゃあ電話しますね。もうスピーカーにしておきますね。いや、ご本人登場か、面白いな。出るかな、出るかな。オキャダレボトムって書いてある。そう、ボトムさん。はい、もしもし。ああ、どうもお疲れ様、竹野内です。あ、どうもお疲れ様です、はい、何してました？今あの米なコーヒーでお茶してました。ああ、そうなんですね。あの、今ねちょっと撮影してて。何すか、はい、撮影してるんですけど、はい、竹花さんいるでしょ、竹花高木さんって分かります？
わかるよね。あ、わかります、わかります。はい、多分パロディみたいな感じでこうディスってたりするじゃないですか。あ、はい。今ね、やってましたね。はい。横に竹原さんがいるんですよ。ほんまですか。はい。で、ちょっと奥田さんに物申したいと。だいぶ怖いんですけど。場所だけ言わない方がいいです。なんですか。でね、あの番組に出演してもらったらどうかと僕は思うんですけど、どうですか。こっちのチャンネルにですか。そうそうそう、本人登場でいきましょうよ。本人で再現。あの僕らの視聴者めちゃくちゃびっくりしますよ。確かにね。あの竹原です。岡田さん、はじめまして。あ、初めまして。もう本当うちのあのオフィスの中でもみんな大ファンになってみるみたいで、ありがとうございます。本当ですか。はい。めちゃめちゃ面白いです。あ、ありがとうございます。いや、もう、はい、お話できて嬉しいです。ありがとうございます。もしあの転職活動とかしてるんだったらぜひうちの会社に。そこじゃないの。編集力とか演技力とか素晴らしいんで。いやでもボトムさんあれですよね、竹原さんのことあんまり好きじゃないって言ってましたもんね。いやいやいや、何を言うんですか。話なしや。やめてくださいよ。じゃあもう出演 OK ってことで進めておきますんでね。 はい、ありがとうございます。見たいな。お疲れ様です。どうも。何の回や。ありがとうございます。こうやってね、ちょっとね、世に出していきたいですよ、僕は。で、皆さん損ですから、はいはいはい、炎上したぐらいで、はい、竹原さんのコンテンツを見なくなるっていうのは僕は損だと思ってます。いやー、嬉しいですね、これは。嬉しいですわ、ね。はい、まあ、騙されたと思ってる人は一定数いるけれども、うん、はいはいはい、まあまあ、全然これからね、本当の実力を分かってもらったらいいかなと思うんですよね。ありがとうございます。世の中にね、頑張ります。はい、実際じゃあ、はい、あのやり始めてカフェにしても成功してるわけじゃないですか、はい、他にもこう成功した事例をどん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 出していけば、うん、そうですね、多分ね、あの実力で認めてもらえるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。頑張ります。頑張りますって言っちゃなくて、なんかもう終わらそうとしてないからね。今エンディングっぽく、ぶっちゃけ言っていい、座りたい。確かにここ何でしたっけ。ドラム缶。次の店で行きましょう。あ、次の店。はいはい、ね、まあでもここでこれはこれで終わって、はい、大丈夫ですか。はい、いいねと思ったらチャンネル登録といいねをシェアします。そんなん言うたの初めて。毎回やるんですよ。ごめんなさい、僕のチャンネルじゃない。ではどうも、はい、今日はありがとうございました。またあの二次会あるんで。あ、ごめんなさい、最後に、はい、ここね、あの貸していただいた、はい、それが実はツイッターでつぶやいて、はい、あの会場を貸してくれたんですよね、はい、立ち飲み居酒屋ドラム缶、神田店でございます。神田店、神田店、はい、ぜひ来てあげてください。僕もたまにね、喜ばない告知の仕方も汚い居酒屋ないっすかみたいな。、ね、そんな、いやでもこれはマジで居心地いいね。居心地めちゃくちゃいい。ぜひ使わせていただきます、うん、も安いしね、本当に、はい、いいですね、ぜひ使ってあげてください、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。